21回ランターズ釧路杯、釧路川アベマ釣り大会を始めたいと思いますので、皆さん頑張ってください。スタートです。はい、どうも釣り講師の石井です。本日は待ちに待ったランカーズ釧路杯アベマス大会の日になりました。結構ね、もう人もね、かなりねゾロゾロ来てね、いよいよここから始まるんだなっていう感じでございますけども、頑張って入賞を目指して頑張りたいと思います。それではこれからね、受付とかちょっとあるんで、ちょっと行ってきます。そんだ、おはようございます。86、あ、はい、86番です。86番ちゃん、はい、はい、ありがとうございます。聞こえますか？とりあえずですね、ルールの方もいろいろまだ試行錯誤しているところですけども、一応ルールの方の説明なんですが、アベマス大会の簡単なルール説明。1、アベマス1尾の全長で競います。2、生餌、ワーム、トレーラーは禁止です。3、ドレス爆鳥メジャーアプリを使用してアベマスを撮影します。4、撮影時はアベマス番号札、ドレス爆鳥メジャーの3点が写ってる写真を LINE に送信します。9時半ここ集合ぐらいの感じで始めたいと思います。やっぱりいつもよりは増水してます。でも今が満潮時間で、これから下げに入って釣りとしては条件としては悪くないかなっていう状況にはなってますので、頑張ってください。無理して落ちたりしないように、そこだけ気をつけてください。それじゃあ21回ランカーズ釧路杯、釧路川アベマス釣り大会を始めたいと思いますので、皆さん頑張ってください。スタートです。それでは、ね、早速大会第4名をやっていきます。今日はちょっとガチでね釣りたいんで、ちょっとアワビ割りのねバックスを買ってきました。ナイロンラインもね、ちょっと新品に取っ換えてきて、12ポンドのねスーパー GTR だったな、ウルトラ GTR かちょっと覚えてないけど、 GTR シリーズを暑いにね始まったというわけですけども、まだちょっと霧がねかなりかかってるんで、視界がちょっと悪いかなと思うんですけど、あと2、30分もすればね霧も晴れてきて気温も一気にグーンと上がると思うんですけど、結構皆さんかなり上の方まで、僕はゆっくり下流の方からね攻めたいかなと。あんまりね人がねこうごちゃごちゃしててもね釣りしにくいかなってのもあって、まあ人がねあんまりいない場所でのんびり、もう時間もね朝の5時ちょい過ぎなんで、魚が動き始めんだったらねあと 3,40 分ぐらいしてから、6時前ぐらいになったら魚が活発に動き始めんじゃないかなっていう、まあ経験上の話なんだけど、みんな仲間と来てるから、俺はソロで来てるから話し相手がいないって。村山さんとはね少しさっき話して、 GoPro うまく使えるようになりましたか、正直まだあんまり使い関してはないんですけども、まあでも少しずつねちょっと分かってきた部分もあるんで、大会を参加しようとしたきっかけはね、去年を参加しようと思ったんだけど仕事の関係上でねちょっと参加がねできなかったんで、来年こそはと思って今回を迎えたっていう感じなんですけど、大会に参加する流れっていうのを、まあ、今回の自分の経験をもとに簡単に説明しちゃうと、2月の3日あたりにランカーズ釧路さんの LINE アカウントの方から参加したいですっていうメッセージを送ったら、それしばらくしてからね100人の中に選ばれましたよっていう、まあ、通知が来るんで、通知が来た時点でまだとりあえず参加資格が与えられたということで、でその後に大会参加費をお店の方に行って払って、してドレスのメジャークラフトだっけな、
それを持ってない人はそれと参加費込みのお金を払って、持ってる人は参加費のみのお金を払ってもらって、来たら受付をしてこうやって釣りをしてるという感じですね。多分ね、去年おととしの経験を踏まえたらね、この時期この辺こう下ってきてると思うんだよね。久々にこんな早くから起きてね、釣りしてるんでね、朝はやっぱ気持ちいいね。4時間半の大会になるんですけど、まあ、4時間半もあればね、1匹ぐらい釣れるべって俺は思うんだけどね。フィッシュ、あー、クソバレた、クソバレたで、お前そこそこいいさだ、食ったな、ほんま惜しかったで、結構手前側でね、食ったから、やっぱりゆっくり巻いて、でも急にブワーって手前の方でね、なまらいい引きしたからね、多分40センチぐらいかなと思うんだけどな、多分5、60センチだったら、一発目の衝撃がもっと重たいはずだから、入賞したらなんかもらえるらしいんで、ビールかロットかなんかわかんないけど、何貫かはもらえるらしいし、参加先の参加賞はもらえるらしいんでね。魚に当たりがないな。まあインスタとかでもね、結構魚が全然当たらないとか、穴がいないとかって、ノーチェイス、ノーバイトのね、魚釣りが続いてるような投稿があったりしたんでね、ガスがすげえ、何も見えねえで、マシューコに来てんのかっていうぐらいガスかかってる。お、かかったね。隣の人が1匹かけましたね。ランカーズの大会だからランカーズカラーをね買っていかないと。来た。あ、くそ。あ、くそ、バーニーはまたバレたで。手前でかかったな。一回アービーにしてみようか。焦りはしないけど、一匹早く釣りたい。いや、思ったよりもね、濁りは取れてる気がする。だいぶいい感じになってきてると思うんだけど。やっばい、おわ、いいサイズだ。よっしゃ、37センチのアルマスキーでした。よいしょ、お願いします。ありがとうよ、サンキュー、ありがとう、バイバイ。なんとか一匹釣ったから、じゃあまずはスタートラインに立ったわ。スタートラインに立ちました。一応登録では54位、多分参加賞を渡したいと思います。それとここに、まあ消えてないんですけどジュースありますんで1本お持ち帰りください。はい。
ジュリコ見たことないこのスタイルやり方不作 Make everyone smile ジュリコチャンネル登録しろドドンフィッシングバラエティショー釣り講師